入れるとき出すときはまっすぐに入れる。今度こっち締めるとどんどん前に行くんですよ。移動だけで結構変わります。要はトップチューブの長さが 2.5 センチ変えられるってことなんで。こんにちは、サイクルパラダイス東京の中村です。今日はサドルの調整と総称してご説明したいと思います。使う工具ですが、だいたい 4mm、5mm、6mm のどれかを使って調整することが多いです。今日はまあ比較的オーソドックスですけど、シートクランプで止まっていて、まあニャグラを前後のボルトで角度調整しているタイプになります。最初に高さ調整ですけども、この場合は 5mm ですけど、こう緩めてあげるともうスルッと抜けます。これ抜くときにでもグリグリしちゃうと、よく見ると思うんですけど、中古のシートポストまでここにギザギザに傷がついちゃう現象がよくあるんですが、なるべく入れるとき出すときはまっすぐに入れるのを心がけてください。高さはまあほぼ何でも無段階に調節できると思うんですが、これで言うとここに書いてありますけど、マックスって書いてあるとこがあるんですね。これより出しちゃうと折れる危険性がありますよということなんで、ここは守るようにしてください。高さについて、測る方法としてはよくやるのが、ペダルが一番下に来た時に膝が軽く曲がるぐらいがいいとされています。座ってちょっと曲がるぐらい、かかとをベタ付けしようとすると伸びちゃうぐらい、まあいろいろ乗りながら、これボルト1本で調整できるんで、ちょっと高いかな低いかなみたいなのを調整してあげるといいかなと思います。高さが決まったらですね、サドルのトップからクランクの真ん中、 BB ボトムブラケットの真ん中ですね、ここからここまでの長さを覚えておいてあげると、いろんな自転車に乗り換えた時に自分のポジションというのは出しやすいかなと思うので、この辺で合わせてあげる方がいいのかなと思います。トルクは5ニュートンから6ニュートン、手の力だけで止まるかなぐらいですかね。で、締めてあげたら締め具合チェック、シートを左右にこう叩いてあげて、動かなければ OK かな。サドルの高さが決まったら、今度サドルの角度とかここの位置って変えられることを知らない方が割と多いと思うんですよね。こう緩めてあげると、実はサドル動かないですよね。これは 4mm ですけど、シートポストのタイプによってはここからボルト1本でこう止まってるものだったりとか、ここにボルトがあってここを緩めてあげると、ここサドルをこう掴んでいって、変えられるようになっているもの、いろんなタイプがあるんですけど、多分これの調整が一番難しいんで、これはネジの締め具合で調整してます。これの場合はここでもう角度が変わるのが分かると思うんですけど、調整の仕方としては前側を緩めてあげるとどんどん後ろに行くんですよ。こっちを緩めて、今度こっち締めるとどんどん前に行くんですよ。ちょっと後傾にするっていうポジションになります。後ろにどっかで座りたい方とか、腕が疲れちゃう人は割と試してみてもいいかもしれないですね。かなり前傾してる、なるべく速く走りたい人とかによく見られるポジションですが、これはそうですね、股が痛くなっちゃう人は結構有効なのかもしれないです。
お尻の骨がここに当たるようなイメージで塗ってあげるとこっち側は当たらないので、こういうふうにセッティングすることもできます。このタイプのシートポストの角度についてはここで調整するんですけど、今度は緩めるとサドルこっちにも動くんですよね。実はよくよく見てあげると、あのマックスマックス、ここまでは動かしていいよっていうところなんですけど、これ本当 2.5 センチなんですけどね、この移動だけで結構変わります。要はトップチューブの長さが 2.5 センチ変えられるってことなんで、まあ、これについてはもう本当サイズ調整、サイズ微調整に近いかなと思うのと、あとポジションですよね。前に下がるような感じが好きな方もいれば、もう手を前に出すようなあのポジションの人もいますんで、まあ、ご自分のポジションに合わせてここは調整してあげればいいかなと思います。サドルのポジションは基本的には地上と水平がまあ基本なんで、まあ、基本の合わせ方としてはなるべく締め込んだ時に平行になる位置を狙いながら締め込んでいきます。これについてはシートポストも特にアルミカーボン、まあ問わずですけどね、締め込みすぎると割れちゃうので、まあ、ググッと締まるぐらいですかね。で締め込んでいただければいいかなと思います。これできれば多分自転車もっと楽に乗れたりとか速く走れたりとかする可能性は出てくるんで、ぜひやってみてください。締めすぎだけ注意していただければ結構割っちゃう人とかもいるんで、まあ、それ以外は結構自由に変えられるので、ぜひ試してみていただいていいかなと思います。以上、サドルの調整についてでした。